希望の夜明け、1911年の国家保健法への支持を表明しているイギリス自由党のリーフレット。この法律は、病気や失業中の労働者に手当を提供し、社会福祉の発展における重要な出来事となった。社会自由主義、またはソーシャルリベラリズムは、自由主義の政治思想の一つで、社会的構成を重視する、またモダンリベラリズムや、 ニューリベラリズムの同義語として使われる場合もある。古典的自由主義とは異なり、公民権の拡大と同時に、失業、健康、教育などの経済的、社会的課題に対する国家の法的な役割を重視する。社会自由主義者は、資本主義を支持するが、社会資本の必要性が、資本主義と自由民主主義の両方の前提であると、 強調し、無秩序なレッセフェール経済を社会資本の必要性の認識が欠けているとして批判する。社会自由主義者は、個人主義や資本主義が公共の精神や連帯の認識によって加減された時に自由民主主義は最良の状態になると考える。社会自由主義的な政策は、特に第二次世界大戦後の資本主義世界で広く採用された。一般には、 社会自由主義の思想や政党は中道や中道左派とみなされる場合が多い。社会自由主義に対する反動として20世紀後半には新自由主義とも呼ばれるマネタリストや政府の役割縮小を主張する経済思想が広がった。しかしこの反動は古典的自由主義への単純な回帰ではなく政府は社会福祉や経済政策に関する管理などを維持し続けた。 社会自由主義を含む各種のリベラル政党の主要な国際組織には自由主義インターナショナルがあり、人権尊重、自由かつ公正な選挙、複数政党制、社会的公正、寛容、社会市場経済、自由貿易、経済的持続可能性、国際的連帯の重要性などを掲げている各政治組織の政策は純粋な政治思想と常に同一ではなく、 また変化するため、正確な社会自由主義政党の一覧の作成は困難である。以下は、社会自由主義と通常呼ばれることが多い以下、学者がその中核思想を社会自由主義とみなしている政党である。ヨーロッパでは、社会自由主義の政党は、中小規模の中道、または中道左派政党が多い。ヨーロッパで国家レベルや地方レベルの連立政権に参加するなど、成功した、 社会自由主義政党の例には、イギリスの自由民主党、デンマークのラディケーリーなどがある。また、欧州規模の政党では、欧州議会で、第三規模の欧州自由民主同盟は、社会自由主義政党と、市場自由主義政党の両方を含んだグループである。ありがとうございます。